アメリカ留学時代小田田市人氏は中華民国の外交官出身の政治家。字は、昇華は、西洋ではウェリントン公の名で知られる。外交総長、北洋政府国務総理大公、各国の公使、パリ講和会議、ワシントン会議、関税会議の各中国全県代表などの要職を歴任した。祖父は、教振の出身で、 チャンス賞家庭権の官職にあったが、太平天国の時期に暴徒によって拷問の上、殺害され、財産を奪われた。この誕生後、父、雇用は、官営の招き商局所属の帰遷の会計係となり、生活は安定した。1899年に、キリスト教、A オサム公会経営の上海映画学院に入学、初めて英語を学習した。 1900年には病気のため、実家の近くにある、ナルカ学校に転校。1901年、キリスト教聖公会経営の、上海聖ヨハネ書院に入学した。1905年に、アメリカのコロンビア大学に入学。1908年文学士、1909年、政治学修士、1912年国際法、外交博士を取得した。同大学では、 中国人留学生の発行する機関誌の編集にも携わり、また、アメリカ国際法学会、アメリカ政治学会会員としても活躍し、後に1916年には、イエール大学より名誉法学博士の学位を授与された。遠征外の英文秘書を経て、1912年8月に、国務院秘書、1914年外交部参事、1915年、 7から10月中メキシコ講師、同年10月から1920年9月、中米講師兼中級馬講師となり、第一次世界大戦参戦決定に参与した。1919年パリ講和会議全権代表、1920年9月から1922年5月中英講師となり、この間、1920年国際連盟中国主席代表、 1921年から1922年ワシントン会議全権代表として国際会議で不平等条約撤廃を要求し続けた。1922年から1923年外交総長、1924年大総理兼外交総長。1924年7月ソ連代表レフから半途、中蘇協定に調印、ソ連との国交樹立、大使の交換。 帝政ロシア時代の不平等条約撤廃に合意した。1926年5月がお内閣の復活により、財政総長権関税委員会主任委員、10月森鈴、経総理事職後、大総理県外交総長に就任、1927年6月まで務めた。1928年国民革命軍による北京占領後、南京国民政府から、 逮捕命令が出されたため、フランス、カナダへ逃亡。1929年、長学寮の仲介によって、東北に帰国し、1930年冬、逮捕命令を取り消される。1931年に、長学寮の勢力を代表して、国民政府に参加し、12月28日に、外交部長に任ぜられた。百三十二年2から八月国際連盟の、 派遣した立憲調査団に対し中華民国側代表として日本の満州国建国への介入の違法性を訴えた同年国民党中央政治会議外交委員に就任した1936年に中仏大使に就任しついで1941年から第二次世界大戦の終戦の翌年の1946年中英大使に就任したその間 不平等条約の完全撤廃に力を尽くすとともに、サンフランシスコ会議では戦勝国である中華民国の代表を務め、国際連合の創設に協力した。また1945年には国民登録全大会で中央執行委員に選出されている。1946年に中米大使に転じ国境内戦に 中国国民党政府が破れ台湾島に選挙した際にはアメリカからの支援を受けるべく奔走した。1956年台湾総統府市政、その後1957年から1967年国際司法裁判所判事に任命される。1967年に引退してニューヨークに移住、コロンビア大学で改装録を講述し、死の直前まで健康であったが、 1985年11月、入浴中に倒れ、死去した。三度目の夫人、後継乱最初の結婚は1908年、親から強制されての漢方医学会の長老の老いの娘とのもので、米国へ同行したが愛情が湧かず、1911年に正式に別れた。二度目は、新末、民国の外交官、東商議の娘、 当梅と1912年に結婚したが、当は1919 19年に病死した。三度目は南洋家境、公益柱の娘、後継蘭と1920年に結婚、30年間連れ添ったが、夫人の生活が派手なため離婚するに至っている。四度目はニューヨークの国連職員、現要員と結婚、現は家父であったが、この晩年を支えた。ありがとうございます。